アッツ島の戦い、バトルオブアッツは、1943年、昭和18年5月12日に、アメリカ軍のアッツ島上陸によって開始された日本軍とアメリカ軍との戦闘である。山崎康頼陸軍大佐の指揮する日本軍のアッツ島守備隊は上陸したアメリカ軍と17日間の激しい戦闘の末に玉砕した。太平洋戦争において、初めて日本国民に日本軍の敗北が発表された戦いであり、また、第二次世界大戦で唯一、北アメリカで行われた地上戦である。日本軍は1942年、昭和17年6月に、海軍のミッドウェー作戦の陽動作戦として、アリューシャン列島のアッツ島を木鹿島と共に攻略、占領して、アツタ島と改称した。アッツ島には6月8日、第7師団の穂積部隊、北海師隊独立歩兵第301大隊と、配属部隊の独立工兵1個中隊の約1100名が衣笠丸で上陸し、木鹿島には海軍部隊が上陸した。ところが、穂積部隊はアメリカ軍が木鹿島に上陸するという情報を受け、9月18日に木鹿島に転進した。しかし、アッツ島を無人にするわけにもいかず、アメリカ軍の空襲に遭いながらも、占い、森島を守備していた。米川中佐が率いる北、千島第89要塞歩兵隊の2650名が10月30日に進出して、アッツ島守備隊となり、飛行場と陣地の建設を開始した。だが、地形や補給の関係から飛行場の建設は、遅々として進まず、木鹿島、アッツ島とも飛行場の完成前に、米軍の反攻にさらされることになった。一年のほとんどが霧か、しけという気候のため、守備隊には、ストレスのあまり精神を病む者が続出した。1943年、昭和18年になると、アメリカ軍は、アッツ島への圧力を強め、時折建設中の飛行場へ、空襲や艦砲射撃を加えており、アメリカ軍の上陸は、間近と予想された。大本営海軍部、軍令部では一部で、撤退意見があったものの、福留茂軍令部第一部長を、はじめ大多数は、アリューシャン列島の保持という方針を堅持した。同年2月に、山崎康代大佐が、北海守備第2地区隊長に任命され、アッツ島守備隊長としての着任、人員、武器弾薬、物資の増援が計画された。まず第一次増援輸送として、3月10日には君、川丸、粟田丸が、アッツ島に到着して、輸送を成功させた。続いて、第二次増援輸送として、3月27日に、輸送船2隻、朝香丸、崎戸丸、山崎康代大佐同乗と三橋丸が、日本海軍第5艦隊に護衛されて、アッツ島に到着予定であった。しかし、アッツ島沖海戦が盛期し、第5艦隊は撤退し、この輸送は中止された。山崎康代大佐も上陸できなかったため、4月18日にE31潜水艦に便乗して着任した。アメリカ軍はアッツ島への上陸作戦を5月7日とした。この時期はアッツ島周辺では一年霧があるうちでも最も霧の多い時期であった。米軍の計画では3日で全島を制圧する予定であった。軍令部第一課長、山本知佳夫大佐は敵が5月アッツ島に上陸するとは考えていなかった。来てもまず、木鹿島であろうと考えていたと回想している。1943年5月5日、ロックウェル少将が率いる、戦艦3隻、巡洋艦6隻、護衛空母1隻、駆逐艦19隻などからなる攻略部隊、第51任務部隊が、アラスカのコールド湾を出港した。編成は、以下の通り。上陸部隊は、A.E. ブラウン陸軍少将が指揮する、陸軍第7師団1万1000名であった。アメリカ軍の作戦名は、ランドクラブ作戦という。上陸部隊は、洋上で天候回復を待って、5月12日に上陸を開始した。主力は霧に紛れて、北海湾と旭湾、さらに北部海岸に上陸し、抵抗を受けることなく、海岸に、橋頭保を築くことに成功した。日本軍は上陸したアメリカ軍をほどなく発見し、迎撃態勢についた。また電文で、アッツ島上陸を報告した。報告を受けた北海守備隊司令部は以下の電報を送った。11日当時、輸送任務のために特設水上規模艦、君川丸が軽巡洋艦、木曽、駆逐艦、白雲、若葉の護衛のもと、アッツ島へ向かっていたが、米軍のアッツ島上陸の報告を聞き慌てて引き返した。アメリカ軍は戦艦2隻でアッツ島を砲撃したが有効な損害を与えられなかった。地上戦は1日目は両軍とも霧に遮られ、散発的な戦闘を行っただけであった。2日目の5月13日に北海湾から上陸したアメリカ軍北部隊は周辺を一望できる芝台にある日本軍の陣地を霧に紛れて接近、包囲し、一個中隊に陣地を攻撃させた。日本軍はすかさず機関銃と小銃射撃でこれを撃退したが、陣地の位置が露見し、野砲と艦砲の激しい砲撃と艦上機からの重爆撃を浴びせられ、タコ壺と塹壕岳の陣地は大きな損害を受け100名後の戦死者が出るに至って、守備隊は芝台陣地を放棄し退却した。芝台を奪われた日本軍は西の浦の南の絶景台に防御の拠点を移し、高知をめぐって15日まで米軍と激しい戦闘を行った。日本軍は高射砲を水平射撃してアメリカ軍を砲撃したが、精度は低かった。一方、朝日湾に上陸したアメリカ軍南部隊も前進を開始した。平地の霧が晴れる一方、山上の日本軍陣地は霧に包まれたままであったという。米軍兵士の証言によると、戦艦ネバダの14インチ砲が火を吹くたび、日本兵の死骸、砲の破片、銃の断片、それに手や足が山の霧の中から転がってきたという。この部隊は、湖山と臥牛山に挟まれ三方を山地に囲まれた渓谷で日本軍と遭遇し、三方向からの十字砲火を受け、第17連隊長、アーノル大佐が戦死し、混乱状態に陥った。この渓谷は、アメリカ軍に、殺戮の谷と称されることになる。その後、北部隊と合流すべく、臥牛山の日本軍陣地に一個大隊で攻撃を仕掛けたが、高知から平原を見下ろす日本軍は迫撃砲や機銃などでこれを防ぎ、アメリカ軍を海岸まで後退させた。日本海軍は、キスカ島から潜水艦E34、E31、E35 を派遣した。E31 は、米戦艦ペンシルベニアを来撃したが命中せず、米駆逐艦の爆雷攻撃によって撃沈された。E34 も爆雷攻撃で損傷し、被隊した。また重巡洋艦、マヤと駆逐艦、白雲もアッツ島の米軍攻撃のために12日にバラムシルを出撃したが霧で視界が利かず引き返した。日本海軍の航空部隊は占い森島より出撃したが悪天候のため攻撃に失敗した。各地で日本軍はアメリカ軍の攻撃を防いでいたが15日にはアメリカ軍の砲爆撃によってアメリカ軍北部隊を抑えていた日本陣地が損害を受けた。16日、アメリカ軍はこの機を逃さずに部隊を前進させた。北部の日本軍は絶景台を放棄し、山崎部隊長は戦線を熱田に後退させた。この際に守備隊は武器弾薬の補給及び一個大隊の増援の要請を行い、揚陸地点を指定した電報を打った。同じく南部の陣地も砲爆撃を受け、これに合わせてアメリカ軍は戦車5両を突入させ一に突破を図り、南部の日本軍は戦線縮小の命令を受け後方の陣地に転進した。18日からアメリカ軍は勢いに乗り縮小された日本軍の戦線に攻撃を加えたが、日本軍の各陣地は将軍山や獅子山の高地によって抵抗し貨幣を持って、よく、アメリカ軍の攻撃を撃退した。特に荒井峠の林中隊は1個小隊で、アメリカ軍2個中隊の攻撃を防いだ。ブラウン少将は増援を要求したが16日に解任され、ユージーン・ランドラム少将が代わりの指揮を取った。5月18日、大本営は、熱田奪回の可能性薄しとアッツ島放棄を決定した。当時の参謀次長、畑彦三郎中将は、陸海軍とも反撃作戦を考えたが、若松田第一第三部長から船を潰すから、成り立たぬという意があり、さらに海軍も尻込みしたので反撃中止になったと、回想している。翌19日、昭和天皇は、第5艦隊の出撃を促し、連合艦隊の状況についても下問した。5月20日、昭和天皇は大本営に臨御した。21日、北方軍司令部の樋口喜一郎中将に、増援の派遣中止を通告した。戦史草書には、樋口の回想が記載されている。日本海軍は、アッツ島の米軍艦隊が、正規空母4から5隻からなるものと過大評価し、実際には、護衛空母1隻、21日に、アッツ島救援のために、内地で修理や訓練を行っていた、空母3隻、随鶴、小鶴、随宝、重巡洋艦3隻、西条、熊野、鈴屋、軽巡洋艦2隻、阿賀野、大淀、駆逐艦複数隻、新月、浜風、嵐、雪風、秋雲、夕雲、風雲等からなる艦隊が横須賀に集結した。北方で行動中と推定された米軍機動部隊に決戦を挑むための処置である。22日には連合艦隊司令長官、古賀峯一大将及び海軍工事件で死亡した山本56大将の遺骨を乗せた大和型戦艦、武蔵と金剛型戦艦2隻、金剛、春名、空母、飛陽、利根型重巡洋艦、利根、千曲、駆逐艦5隻、第27駆逐隊、しぐれ、有明、第24駆逐隊、海風、第61駆逐隊、初月、両月が東京湾に到着し、武蔵、連合艦隊機関は、木更津沖に闘病した。駆逐艦2隻、夕雲、秋雲は、山本元帥の遺骨を東京へ送った。23日、札幌の北方軍司令官は、アッツ島守備隊へ次のような伝聞を打った。これについては事実上の玉砕命令だとする指摘がある。これとは別に24日に昭和天皇からアッツ島守備隊へのお言葉、御歌唱が電報で伝えられ、翌日山崎部隊長は感謝の返事を送っている。一方で昭和天皇は軍部の対応を批判していたという。バラムシルでは20日までに第5艦隊の重巡洋艦、那智、摩耶を中心とする各艦艇と陸軍の増援部隊を乗せた輸送船団が集結していた。第5艦隊により、アッツ方面の敵艦船攻撃と緊急輸送を実施予定であったが、たびたび延期され、天皇は第5艦隊の出撃取り留め理由を問いただしている。25日、第1水雷戦隊を中心とする艦隊が、敵艦隊への攻撃及び緊急輸送のため、アッツ島へ向け、バラムシルを出撃した。編成は以下の通り。第5艦隊は、駆逐艦2隻、神風、沼風をもって、米艦隊の包囲網を突破。2隻は5月28日に、道東へ到着し、補給を行う予定であった。27日、アッツ島沖で荒天に遭遇し、一時待機となった。アメリカ軍の砲爆撃は正確で威力が高く、21日に南部の戦線も突破され、主力は北東の片熱田へと追い詰められることとなった。日本軍は大半の砲を失い食料は尽きかけていた。兵力は1000名前後までに減り、各地の日本軍はアメリカ軍の攻撃に対してなおも激しい抵抗を続け白兵戦となったが、28日までに、ほとんどの兵力が失われ陣地は壊滅した。翌29日、戦闘に耐えられない重傷者が自決し、山崎部隊長は生存者に、熱田の本部前に集まるように命令した。各将兵の労をねぎらった後に、最後の電報を東京の大本営へ当てて最後に打電した。当時のアッツ島の様子を伝える貴重な資料である、辰野口忍総長の日記もこの日が最後となっている。最後の突撃の直前、山崎部隊長はほとんどの書類を焼却したため、当時の様子を忍ばせる数少ない資料である。生き残った傷だらけの最後の日本兵300名は、無線機を破壊すると、夜のうちに、米軍の上陸地点を見下ろす台地に移動し、そこから、山崎部隊長を陣頭に、平地へ下る形で最後の突撃を行った。この意表をついた突撃によって、アメリカ軍は混乱に陥った。日本軍は大沼谷地を突き進み、次々とアメリカ軍陣地を突破、戦闘指令所や野戦病院、社営地を蹂躙し、アメリカ軍曰く、生物はもちろん無生物までも破壊した。日本軍の進撃は止まらず、ついには、第7師団本部付近にまで肉薄する事態となるが、雀ヶ丘で猛反撃を受け全滅。最後までアメリカ軍の降伏勧告を拒否して玉砕した。なおこの突撃中、山崎部隊長は終始、陣頭で指揮を取っていたことが、両軍によって確認されている。米軍のある中尉は、右手に軍刀、左手に国旗を持っていたという証言を残している。日本軍の損害は、戦死2638名、捕虜は29名で、生存率は 1% に過ぎなかった。アメリカ軍損害は、戦死約600名、負傷約1200名であった。28日夜、日本海軍の空母機動部隊は、東京湾を出撃したが、守備隊が全滅したとの報と、事前に派遣した潜水艦が敵空母を発見できなかったため翌日に、作戦は中止となり29日の夕方に東京湾に帰還した。同じく、アッツ島沖の第一水雷戦隊もバラムシルへ引き返した。30日、大本営はアッツ島守備隊全滅を発表し、初めて玉砕の表現を使った。それまで、フロリダ諸島の戦いなどで前線の守備隊が全滅することはあったが、そのようなことが実際に国民に知らされたのは、アッツ島の戦いが初めてであり、また山本56の戦死の発表の直後だったため、日本国民に大きな衝撃を与えた。大本営は、山崎大佐は常に勇猛沈着、難局に対処して一はしご一段の増援を望まずと報道したが、実際には、上記の通り5月16日に補給と増援の要請を行っており、虚偽の発表であった。1943年9月29日、アッツ島守備隊将兵の合同慰霊祭が、札幌市の中島公園で行われた。戦死奏書では、アッツ島の守備隊が全滅した理由として、以下の理由を挙げている。当時連合艦隊の専任参謀であった、黒島亀戸大佐は、連合艦隊司令部は一致して北方における、積極作戦に反対であった。それは、北方は、地政的、気象的に不利であり、当時は燃料菓子軍令部からも注意があった等のためであると回想している。連合艦隊参謀長の宇垣まといは5月13日の時点で日記に以下のように書いている。アッツ島救援作戦の中止の理由としては空母機動部隊の航空隊が2号作戦で消耗していたこと、占領したライン地域の油田の操業再開や、輸送に手間取ったため内地の燃料備蓄に余裕がなかったことが戦死奏書には挙げられている。特に輸送に関しては、本来民需の維持に必要な輸送船をガダルカナルなどの南方戦線へ投入したため、ライン地域から本土へ原油を輸送するための輸送船を十分に確保できなかった。この問題に関しては1942年末の時点で、さらなる民間船舶の増長及び南方戦線への投入を主張する陸軍参謀本部第一部長の田中伸一少将が参謀本部第一部長室にて佐藤賢了軍務局長との乱闘事件を翌日には首相官邸にて東條英機首相に対して罵倒事件馬鹿野郎発言を起こした結果辞任する事態になっていた。1943年5月末には、山本親夫軍令部第一課長が次のように説明している。この事情により、松鶴、瑞鶴などの空母機動部隊は1943年前半は、ほとんど活動できなかった。海軍の作戦指導に対して、陸軍では、釈然としないものがあったという証言があり、陸軍参謀総長杉山元及び参謀次長は、アッツ問題に関連して海軍が協力してくれなかったという風ことは、一切言うと発言している。アッツ島の喪失によって、よりアメリカ本土側に近いキスカ島守備隊は取り残された形となったが、日本軍はキスカ島撤退作戦を実施し、第一水雷戦隊司令官、木村正富少将率いる救援艦隊によってで、撤退に成功した。アッツ守備隊玉砕の報告は5月30日に、昭和天皇に伝えられた、上述。森山公平によれば、その際に次のようなエピソードがあったとされる。昭和天皇は、上奏した杉山元参謀総長へ、最後までよくやった。このことを、アッツ島守備隊へ伝えよと命令した。杉山はすかさず、守備隊は全員玉砕したため、打電しても受け手がおりませんと言った。これに対して、昭和天皇は、それでも良いから、電波を出してやれと返答した、という。こうして、無念に用いていった、守備隊へ向けた、昭和天皇のお言葉が、決して届かないであろうことを承知した上で、アッツ島へ向けて打電された。しかし、5月30日の陸軍少将、真田丈一郎、当時参謀本部第一部長、後陸軍省軍務局長の日記には、陛下からはご下問も何も、なしと記録されている。真田第一部長は、この上奏を起案した、瀬島隆三の直属長官であり、瀬島は、杉山参謀総長と共に車で宮中に、赴いている。もし上記のような命令がされていたのであれば、必ず上司である真田にも報告があったはずである。よって、上記の昭和天皇とのやりとりが創作ではないかという指摘もある。また、上記のエピソードの出典は、瀬島隆三の回顧録である場合が多い。さらに、アッツ島での玉砕の報を聞いたときに、東条英機首相、陸軍大臣は声を詰まらせてむせび泣いた。1950年にアメリカ軍によって、アッツ島に以下の文面が書かれた記念碑が設置された。1987年には、日本政府によりアッツ島の戦いを記念した北太平洋戦没者の碑が、雀ヶ丘に建てられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。